はい、今日はペイペイボーナスの効率的な貯め方完全ガイドということで、まあ、紹介していきたいと思っています。でペイペイボーナス、今ペイペイボーナス運用という、まあ、投資に回せる、まあ、やり方があるんですけども、まあ、そのペイペイボーナス貯めたいんだけどなかなか貯まらないっていう声、多くいただいてます。で、そのペイペイボーナスをいかに貯めるかという、まあ、今回そういった動画になります。でまずペイペイ残高の種類ちょっと改めておさらいしておきます。ペイペイには4つの残高の種類があって、まあ、ペイペイマネー、ペイペイマネーライト、ペイペイボーナス、ペイペイボーナスライトと4つあります。で、ペイペイマネーとかペイペイマネーライトというのは基本的にチャージして、入れたお金。で、ペイペイボーナスやペイペイボーナスライトは、まあ、使った時に還元で得たポイントだったりとか、あとペイペイボーナスライトは有効期限があるものなんですけども、まあ、期間限定の、キャンペーンなどで、まあ、得たものだったりすると。まあ、こういったものなんですね。で、今回の中でも、そのペイペイボーナスっていうのが、まあ、ペイペイボーナス運用に使えるというところで、ちょっとこう特殊な位置づけになってるんですね。で、このペイペイボーナスをいかに貯めるか、そこをちょっとね、詳しく今日は紹介していきたいと思っていますので、ぜひ最後まで見てみてください。で、ペイペイのアプリで、まずは支払いで貯まるというのが、まあ、一番基本ですよね。ただね、これちょっと最初に紹介するんですけど、あんまりこう効率よくないんですね。で、ペイペイのまずは還元率を上げると。で、今、ペイペイステップっていうのがあるんですけども、まあ、利用状況の応じて最大 1.5% の還元になるということなんですね。なんですけども、これどんどん仕組みが変わっていってて、今は、ちょっと達成条件が比較的難しくて、難易度が高めなんですね。結構意識して使っていかないと、達成できないと。で、多くの人は多分 0.5% だと思います。で、例えばなんかこう30回以上使うとか、300円以上のものを使うとか、結構そういう条件が、厳しめなので、個人的には、結構非効率的な貯め方かなと思います。なので、これで貯めようとしない方が、まあ私としてはいいんじゃないかなっていうところなのですね。で、これ、後半に行くとどんどんね、より効率的な情報になってくるので、まあちょっとそこ見ていただきたいと思います。で、もう一つ、PayPay アプリを支払いで貯める方法なんですけども、まあ公共料金を PayPay で払うっていう、このやり方はね、非常にちょっとおすすめなんですね。で、公共料金の振込用紙にバーコードがあって、それをこうスキャンすることで、支払うことができるんですね。で、いくつかのスマホ決済の中でも、まあ、こうやって払うことができるサービスって増えてきてるんですけど、PayPay が比較的、まあ、対応してる種類が多いんですよね。で、この公共料金だとか税金っていうところで言うと、都道府県の市町村などの自治体に納める税金が対象になっていて、まあ、例えば自動車税だったり住民税、あとは固定資産税などが対象になっています。で、国税とかは、クレジットカードとかに対応していて、で、クレジットカードの納付でも、まあ、十分お得になっています。ただ、まあ、こう、ペイペイボーナスを貯めるっていうのだと、できるだけペイペイで貯めたいということですね。で、このペイペイは公共料金とか税金でも、0.5 から 1.5% の還元があるので、これはペイペイステップのランクによりますけど、まあ、こういった貯め方ができると。で、水道光熱費も、自治体によって、なりとか、あとはその会社によって対応してたりしますので、まあ、対応してるときはぜひ払っていただきたいなと思います。で、これ、他のスマホ決済とかでも対応してないスマホ決済っていっぱいあるので、まあ、ここはもうペイペイ優先して使ってもいい場所ですよね。で、もう一つが、キャンペーンを活用するということなんですね。で、これ店舗ごとで 10%、20% 還元のキャンペーンを開催してますので、まあ、お得な時だけ使うということで効率的になりますと。ですね。で、まあ、以前ほどね、今はもう、大きいキャンペーンってやってなくて、で、10%、20% って数字は大きくても、上限が500円ですとか、1000円ですとかっていう、まあ、結構小さい金額になってることがほとんどなんですけども、まあ、こういった時だけでも、まあ、使っていくと、ペイペイボーナス、貯まっていくことができますので、まあ、一つやってみるといいかなと思います。で、続いて、二つ目、ヤフーショッピングで買い物をするということなんですね。でね、私の周りでヤフーショッピングってあんまり使ってる方、実はいなくて、やっぱ楽天かアマゾンで使ってるっていうのが多いんですよね。で、実はこのヤフーショッピングが結構ペイペイボーナスにとっては穴場で、で、ペイペイボーナスめちゃくちゃ貯まりやすいんですよ、ヤフーショッピングって。で、いくつかちょっとこう、還元率が上がるタイミングっていうのがあって、まあ5のつく日っていう、まあ15日、25日とかですね、5日は 5% プラスされると。で、毎週日曜日はソフトバンクユーザーがプラス 10% で、ソフトバンクじゃないユーザーでもプラス 5% されるので、5のつく日曜日っていうのは非常に熱い。まあ、プラス 10% になっているということなんですね。で、これなんか仕組み的には、楽天市場の考え方にちょっと近いんですよね。楽天市場も 0と5のつく日が、還元率上がったりするので、まあ、そういった感じに近いんですね。で、まあ、ソフトバンクがさらにお得になっているということです。で、キャンペーン次第では、さらに還元率上がると。で、最大36倍っていう風に言ってるんですけど、まあ、達成条件ちょっとね、並べてみたんですけど、かなり複雑ではあるんですけど、比較的 10% ぐらいはギリギリいけるかなと思いますね。
まず5のつく日で、まあ、プラス 4%、ソフトバンクでプラス 10% で 14%。で、あとは、まあ、ペイペイモールっていう、まあ、ヤフーショッピングとペイペイモールってほとんどなんかこう、同一視してるんですけど、まあ、ペイペイモールでプラス 2% で、ヤフープレミアム会員でプラス 2%。まあ、そういった感じでちょっとずつ足していくと、まあ、36% は相当厳しいにしても、15% ぐらいは結構いける可能性はあるということですね。これ還元率の中にはT ポイントも混ざってるんですね。ペイペイボーナスと T ポイントが両方溜まったりするので、まあ、ちょっとね、純粋にペイペイボーナスだけではないんですけども、まあ、こういったお得な日だったりサービスを組み合わせて還元率を上げることができるんですね。で、もう一つさらにおすすめのペイペイボーナスを貯める方法としては、ふるさと納税をヤフーショッピングでするという方法が実はあります。で、ヤフーショッピングを経由して、サトフルとか、フルナビっていう、まあ、ふるさと納税のサイトでの納税をすることができるんですけども、1万円の納税をした場合などでも、まあ、タイミングやキャンペーンを組み合わせれば、まあ、10% 近いポイントを得ることができると。例えばこれ、撮影間近のイベントで9月5日なんですけども、まあ、プラス14%、まあ、ポイントがつきますというようなことなんですね。なので、まあ、1万円の納税で、10、1400円とかポイントが付与されるので、まあ、これも非常にこう、いいですよね。で、ふるさと納税はやっぱりね、こう、楽天とか、楽天市場とかでもそうなんですけど、非常にこう、パワーのあるお得な節約が可能になるので、まあ、これどこでやるかっていうのは結構慎重に選びたいところであるんですけど、まあ、ヤフーショッピングはかなりありな選択肢だとは思います。で、続いてが、ヤフーカードを作ると。まあ、これ当たり前なんですけども、まあ、ヤフーカードってペイペイに唯一チャージできるっていうクレジットカード。ペイペイって他のクレジットカードでチャージはできないんですよ。紐付けはできるんですけど。で、ペイペイを本気で貯めるんだったらちょっと必須のカードになってるかなと思います。で、この、ヤフーカードなんですけども、カードの申し込みで5000円相当とか7000円相当のペイペイボーナスを獲得できるんですね。条件達成はあるんですけど、3回利用とかかなり優しい条件なので、かなり達成しやすいと。で、これね、たまたま今7000ポイントなんですけども、まあ5000ポイントの時もあったりするんですけど、これで一気に貯めるっていうのはもう全然ありだと思いますので、ヤフーカードって年会費が無料なんですね。で、比較的こう、まあ、還元率も 1%、常時 1% あって、で、ヤフーショッピングだと 3% 還元になるっていう。まあ、いろいろこう総合的にメリットはあるので、まあ、ペイペイボーナスを本格的に貯めるんだったら、このヤフーカードを作って、最初にペイペイボーナスを一気にもらうっていうのは非常に大きいパワーのある、選択肢ですね。これぜひやってほしい。で、まあ先ほど言いましたけど、ヤフーカードを作ると、ヤフーカードの利用で 1%、ショッピングで 1%、さらにストアポイントっていうので、まあ1日、毎日 1% プラスされて 3% が達成できるというようなものになってます。T カードの機能もついてるので、まあ街中でも T ポイントを貯めることができるというようなものです。はい。で、続いてが、LINE ポイントから移行するというやり方ですね。で、これ、PayPay は、LINE Pay と PayPay が統合される、まあ、ソフトバンク傘下に両方ともなって、まあ、統合されるのがすでに発表されてますけども、まあ、PayPay に統合されるんですね、LINE Pay が。で、それに伴って、LINE ポイントから PayPay ボーナスに、10日で移行できる。逆はないです。LINE ポイントから PayPay ボーナスには移行できるんですね。なので、LINE ポイントを効率的に貯められるのであれば、LINE ポイントを貯めて、それを PayPay ボーナスに移すっていうやり方も考えられるんですね。で、じゃあ効率的に LINE ポイントを増やす方法があるんですかっていう話なんですけど、まあそれがあるんですね。で、その方法が、まあ、ビザ LINE Pay クレジットカードというクレジットカードを使うですね。で、これ今撮影時点2021年の8月なんですけども、まあ今 2% 還元あります。以前 3% 還元があって今 2% で、ちょっと将来的にもしかしたらこんなに高還元みたいにならないかもしれないんですけど、このカードで LINE ポイントを貯めるっていうのがまあ非常に今効率的ですね。さっきの PayPay を使って還元率を上げてって言っても最大 1.5%。で、しかも達成条件難しいっていうあったんですけど、このビザラインペイクレジットカードは使うだけでね、もう 2% 還元なので非常にこうお得なんですよね。で、これをペイペイボーナスに移行するっていうので、非常にやり方としてはおすすめです。ここまでが、まあ、ペイペイボーナスを比較的に、効率よく貯める方法っていうのを紹介してきました。で、貯めるはいいんですけど、これ注意点がちょっとありますと。で、これペイペイボーナスのペイペイ残高っていう中なんですけど、まあ、ペイペイの残高が支払われる優先順位っていうのがあって、まあ、ペイペイの残高の中にいろいろ種類混ざってお金があると思うんですけども、まあ、使われる優先順位があるんですね。で、その中にペイペイボーナスっていうのが実は、まあ、優先順位が高い。例えば、チャージしたお金よりも、ペイペイボーナスの方が先に使われてしまうんですね。
なので、せっかくペイペイボーナス貯めて、ペイボーナス運用に回そうかなと思ってたのに、実はこう買い物した時に使われちゃうってなると、結構貯めたのがもったいない。で、マネーはね、チャージすれば簡単に増やせるんですけど、ボーナスはやっぱ増やすのが難しいんで、ここはちょっと大事にしたいよねっていう考えがありますと。どうするかっていうと、ペイペイボーナス運用に自動追加するっていう設定がありますので、まあ、この自動追加設定っていうのをして、まあ、コース、どっちのコースがいいかっていうのは別の動画でもあるので見てほしいんですけども、まあ、ペイペイボーナスの運用として、運用しておくと。まあ、より手堅くちょっとやっておくならスタンダードコースに、自動追加しておくのがいいかなとは思いますが、まあ、自動追加設定をすることで、ペイペイボーナスを一旦退避させて、で、支払うときはペイペイマネーだったり、そのヤフーカードでチャージしたペイペイマネーライトで、払うということで、なんとか回避できるというような技があります。で、ペイペイボーナスを貯めるっていうのは、ペイペイボーナス運用で使うっていうのがまあメインだと思うんですけども、まあ、ペイペイボーナス運用に関する様々な動画、まあ、これも言ってみれば投資なので、まあ、どういった選択をしたり、どういう、売買をすればいいのか、まあ、そういったことに関する動画もありますので、こちらの動画もぜひチェックしてみてください。はい。ということで、このチャンネルでは今より少し楽になるお金の知識を配信しています。高評価、チャンネル登録、まだの方はぜひお願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。